はい、皆さん、おはこんにちは、宮地です。それでは今日もポケモン赤実況プレイですね、元気に始めていきます。前回の続きからです。赤竹シティのポケモンジムですね、攻略してます。おっと待ちな、赤竹ジムの名物見えない壁システムはどうだ。なかなか楽しませてもらってます。猛獣使い、あーそうだそうだ、すごい懐かしいですね。ああ、僕厳しいな。ここもリザードンでいきます。あぶねえ。ああ。はい、切り裂く。あ、僕このまま行きましょう。また微妙にやられない。ケイ、ほう、やるじゃないか。どうも。お前は骨がありそうだ。特別にヒントを教えよう。見えない壁はよく見ると仕切りが見える。もう前回ね、分かってます。ここのリーダー今日はイガ忍者の子孫だ。おい、お前は何の子孫なんだ？何の子孫なんでしょうね。そこまでわかんねえな。レベルがね、高いんですよね。あ、僕ダメなんだよな。おお、解放していきます。毒タイプのジムなのにね、普通に強いんだよな。もう懐かしいです、このエフェクトが。はい、切り裂く。もう一撃でやられるから、これはもうプリン。叩く。おお、マジか。オッケー、なかなかできるな。いえいえ、光あるところに影がある。光と影、お前はどちらを選ぶ？前世の話が急に飛んじゃったね。一応真ん中もあるんだけど、あー、こうか。後ろから一緒に突き当たっちゃいますね、あの人に。というわけで、やってまいりました。おー。もうリザードン頼みです、今回は。ふわふわふわ、コアッパごときが拙者に戦いを挑むとは、肩払いたいわ。こんなキャラだったっけ。毒を食らったら自滅、眠ってしまったら無抵抗、忍びの技の極意を受けてみるがよい。あー、でもかっこいいですね。はいはい、どうです、高いんだよレベルは。1体目はちょっとミューで。おお、おミュー外さないでくれ。あ、頼むよ。3回か、いや4回。おーい、どうしたどうした、全然当たらないです。回復使ってくるのか、そういえば。プラスパワーか。発達、あ、オッケーです。えい。
32。ベトベトン。もうこれは、しょうがないですね。39だもんな。はい、解放者。おお、これはラッキーですね。ね、ドガースか。ちょっとピカチュウに戦ってみよう。同じレベルです。眠らせるとか毒とか言っていく。プラスパワーしか使ってこないんだけど、攻撃が来たらやばいな。防御が低いですからね。 OK、 しかも麻痺で痺れる。 OK 完璧だ。はい、 OK。 最後はまたどかすか。レベル 43? 懐かしいですね。ちゃんとやっぱ覚えてるわ。レベル的にはギリギリなんですけど。あー、結構効くし。あー、もう大丈夫大丈夫。さあ。OK, OK。イエーイ、楽勝。はい、44です。ありがとうございます。ふん、お主やるよな。そら、ピンクバッジを受け取れ。ピンクバッジを持っておればお主のポケモンの防御力を上げる。戦ってない時でも並々の技を使えるようになる。そうだ、これをお主に。ああ、毒毒か。400年昔より我が家に伝わるポケモンの技。技マシン06には極意、毒毒は封印して。毒毒は毒を浴びたら一旦ごとにどんどんダメージが大きくなる。これは相手に恐怖を与える技なのだ。おー、そっかそっか。イエーイ、クリアしました。無事。現代になお生き残る忍者の怖さを見たな。忍者いいっすね。はい、サンチさん、勇気、ありがとうございます。回復させて、サファリゾーンか。で、山吹、本当は先に行かなきゃいけないんですけど、先来ちゃったな、こっち。まあ、いいや、いいや。あるしね。じゃあサファリゾーン、なんだっけ。いや、ここじゃないな。じゃん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 。上から行かなきゃ。いや、上から行かなくてもいいのか。でも居合斬り使うのがめんどくさいから。はい、行きます。こんにちは、サファリゲーム初めて？サファリゲームは4つのゾーンに分かれてます。それぞれに珍しいポケモンが生息してますから、専用のサファリボールで捕まえてください。ただし時間がなくなるか、サファリボールを全部投げたら、ゲーム終わりだよ。この広いサファリで、いろんなポケモン取り放題のゲームがたった500円。早速やりますか？おー、お金いっぱい持ってる。OK。残り時間がなくなるか、サファリボールがなくなったら、メガホンで知らせます。では、グッドラック。OK、よろしく。お得な掲示板。スタートボタンを押して残り時間の確認。休憩ハウス行こい。懐かしいなぁ。よし、ポケモン取りまくってお土産にしようっと。ポケモン取りに行こうって言ったのに、工事どこなのよ。めっちゃ切れてる。
ょっと待てよ。おお。ちょっと今ポケモンにはね、この銅像が邪魔だな。中央広場北第2エリアだそうです。おお、緑の。おおって言われてもないか。またアイテムでこれあのパターンじゃないの？やばい、また道具がいっぱいになるパターンかもしれない。これはいっぱいだな。回復のコツ、薬、休憩ハウス行こい。名前が全部一緒じゃん。オタク何匹捕まえた？僕は捕まえに捕まえて疲れてしまったよ。ラッキーを捕まえたぜ。これで十分元は取った。おー、そうだね。ガリューラとかね。はぁ、はしゃぎすぎて疲れちゃった。俺も眠いです、正直。はい。右がないから、もう200歩だ。逡巡してる暇ないんだよな、これ。カントかな。おお。大分の掲示板、残り時間は歩くごとに減っていく。まずこっちからだ。男の掲示板、トレジャーハウスを見つけて秘伝マシンが。おお、こんなことも書いてるの。終わりが来そう。やばい。ああ、ここは行き止まりだ。で、おお、これはレアですね。と言いながら逃げます。お得な掲示板、ポケモンは草むらの中に好んで隠れる。なかなか見つからないときは草むらをジグザグ歩こう。ここは第2エリア。おう、マジっすか。早かったですね。じゃあちょっとこう時間かかりそうなんで、サファリゾーンは探索しておきます。はい、次回の実況をお楽しみに。ありがとうございました。宮内ゆきでした。